善悪の配れな覚醒のせ、え、生成 でいいのかな、他の個人の対抗を探す。花冠を手に入れるには、カレーのミヒルとラシュヌの協力が必要となる。ラシュヌはバルソム農家の巨木のところにいるようだ。で、これで他の個人の対抗を探すっていうやつなんですが、もう場所はわかるから、迷うことはないと思うんだけど、まあ念のためね。で、現在1個、古竜の太鼓。あれ？ 2 個持ってんな。いつ手に入れた？ あれ？これいつ手に入れたんだろう？これは、他のアーカイブとして、他の動画として残しとるから、それでわかると思うんだけど、これいつ手に入れたんだろう？差があるのなら。受けのやつは、このワープポイント、ここのワープポイントのとこだった。で、残り拙3者がつ捕のまやえるつとを、は何のよう。取りに行こうかなと。ちょっと上がるのめんどそう。ここ下かな？ここ楽そうだな。ここから行こうか。まあでも風元素使わないならもう、これ直してもいいな。そこだ。数挟んね。洗礼おるな。ちょっと先にこっち。ちょっと待って、小腸を拾いたい。行こう。洗礼先行っていいかな。あ、こっち連れてってくれるパターンか。わ、こんなところに。とは旅の醍醐味でござろう。あ、水になってんのか。はあはあはあ。あ、でもな、あ、ここなんかあるな。なんかここ多分水引くパターンだろうね。試練開始。え？無理じゃね？え？なんもないよね。先になんかやらんといけなかったのかな？これだわ。あれ、これどうやるんだっけ？これ、あ、あれか。これって、こうやればいいんでしょ？これちょっと、ああ、失敗？こういったことになってるよね。これ、いこうか。これで取れるでしょ。風の流れる方へ。いけたよね。OK。で、ここは、あそこにあるなぁ。で、これがどこ方向なのかがわかんないと無理だから。出して、で、これで取りに行って、元素スキルボタンね。んで、こっちの、この流れ、この辺でいいかな。
こういう感じかな。はい。わあ。ギミックだなあ。ここどこになるんだろう。ちょっとここ分かりづらいって感じる人もいるかもしれないから大事に言っとこう。ここのギミックだね。古樹の太鼓の。で、向こうに行くためのだけと、あ、ちょっと。これでいいかな。こういう感じかな。なるほど。なんか久々にちゃんとしたギミックっぽい感じだったな。ちょっと面白かったな。あ、で水が抜けたという感じか。おお、太鼓が。やったー。そう。古樹番です。ガンザン八九。見切りました。風の行く先を。これでもあれかな、分けてやっといた方がいいかもね。ちょっとこの周辺探索して、これなんだ、これは今関係ないんか。まあ後々なんか関係してきそうだね。特になんもないかな。ちょっと他の太鼓のとこはちょっと分けて、アーカイブ分けてやろうか。特にあとは何もないかかな。一応宝箱とかあったらあれだからね。なんもないか。あそこ、そっちから入ってきたんだね。特にはなさそうかな。じゃあここで区切って。